向こうに決めるよ。オッケー、よし、エンジン組もう。活動で、ほぼな。勝つぞー！おー！よっしゃ、いけいけいけ。こちら。どうぞ。まあ、今、メンバー外のトレーニングやって、で、朝早くから、メンバー外の選手が来てくれて、で、今、リハビリの選手の心とかも駐車場立ってくれてるんだけど、やっぱりああいう選手の、ね、ああいう選手がやってくれるから、やっぱり今、今日、こうやってゲームもできてるってことを絶対忘れないようにして、チケツ、チケツって言ってるけど、まず優勝決めないことやん、あのチケツ出ないわけだから、今日、勝って、まずチケツの権利を配給して、いろんなものを、変えていくってことがね、大事だと思う。どこに落ちてくるの？そのためのポジショニングが先にやっぱ先手先手だと全部リアクションになるね。守備でもやっぱアクションを起こせるような、そういう守備をやってほしいなと思います。いい準備しよう。はい、行くぞ。ただいまのゴール、FC 徳島、出番号7、ミッドフィルダー、伊藤翼のゴールでした。ただいまのゴール、FC 徳島、出番号30、ミッドフィルダー、レオと大輝のゴールでした。FC 徳島、出番号18、フォワード、中久保健人。ただいまのゴール、FC 徳島、出番号7、ミッドフィルダー、伊藤翼のゴールでした。FC 徳島、出番号18、フォワード、中久保健人のゴールでした。ただいまのゴール、FC 徳島、出番号7、ミッドフィールダー、伊藤翼。四国リーグ第12節、7対0で FC 徳島が勝利しました。熱い応援ありがとうございました。